どうも、キャラマチです。今年も終わりますね。はい、今回は別に今日なんて言うんだろう、なんかスマブラ撮って、その今年も終わりだねっていう動画撮ろうかなって思ったんだけど、考えれば俺今のあの格ゲーだと俺全然喋れねえなっていうことに気がついたから、ちょっとやめといたんだけど、今日まあ普通の雑談動画だね。まあ、何話すかな。まず今年あったことを話すか。今年は、でも動画投稿が再開して結構頻繁に出すようになってきたのはあるね、今年は。で、今2周年か、今年で俺のなんだっけ、チャンネル。来年3周年。俺1周年も2周年もね、実際15日なんだけど、俺それ出せてないっていう。1周年、2周年経ちましたっていう動画。そういうの名場面で作ろうかな、名場面集っていう、実況の名場面集作ろうかなって思ったんだけど、全然ね、まあ、編集しないし、なんか動画のね、出すことが少なすぎるから、特に俺、自分のね、解説日か、それを忘れることが多すぎて、あ、俺そういえばもう2周年がっていう、過ぎた後に気づくことが多かったね。まあそれかな、もう2周年経った。で次、動画投稿が多くなった。まあそれもあるか。でその次なんだろうかな、あれかな、スターウォーズがゲーム実況、スターウォーズの実況が終わるっていう。一番最初にやった風たく、その次にやったキングハーツ3が終わってなくて、先にスターウォーズが終わるっていう、ちょっと良くないことが。でちなみにね、風たくとポケモンの実況の最終回撮りました。残り FF7 とキンハ3だけっすね。はい。で今後は、その今後の、次今後の活動についてかな。今後はね、まあ動画投稿が出しづらい期間にねなっちゃうの。まあその自分のね生活的に、でその毎日投稿ができない。まあ今でもできてないんだけど今でもできてないけど、その毎日投稿ができないことがあるかもしれないから、そこはよろしく。じゃあ、まあ、今回の動画の内容はですね、昔の初めて出した、デスティニー2018年11月15日のデスティニー2、はじめましてキャラマチと申しますっていう、その一番最初に出した動画を見ようと思いますね。来年は多分違う動画見ようと思ってるんだけど、じゃあまあ早速見ていくか。まあこれ約7分の動画だね。じゃあちょっと見ます。はじめましての方ははじめまして、いつも他の動画でご覧になっている方は、ありがとうございます。すごい、なぜかボイチャー入ってたけど、どうも、実況者のキラマチと申します。声高くね。今は、デスティニー2というものをやっていこうと思います。今低くなったんだよ。俺めっちゃ低くなったんだけど、声クルシブルだよね。この頃の声やばいわ。まあチームなしの個人戦やっていきたいと思います。焦ってた。多分この時はまだ声変わりが始まったばかりかな。今めちゃめちゃ低くなってるからね俺。イケボっていうや、イケボじゃねえ、低音ボイスにはなってないし、イケボでもないし、なんとも言えない声になったんだよね。よし。でこの時あれなんだよね、やるゲームがなくて、自分の中で最近やってるゲームをやり始めたの、その動画撮ろうと思ったのがデスティニー2だったから。あるって言えばいいのかな。グッドボーンフレーム。あ、これ待って、でもこれレベル20でこのやつは結構高い方なのかな。でも結構強い方だよ。強い方なのかな。スラッシュ2、スラッシュ2、まあ、ロケランですね。あとは翼の原理シリーズと、あとプロ、あれなんか紫が一番強かったっけ、オレンジが強かった気がするけど、いや忘れちゃった。いや今もうデスティニーって俺マジでやってないんだけど。やばいね。これあれなんだよね、確か俺の
使ってるキャラ、そのなんかキャラによって3つの種類があって、で俺あれなんだよね、そのホバー移動できるっていう、その2段ジャンプでホバー移動できるっていう、結構強いと思うキャラ俺の中で。急に LCS 流れたね。でも俺がめちゃめちゃ喋ってるから、最近やってねえからさ、うん、違和感あるわもう言い訳でしょ。ハロー、あいれ挨拶して負けんなよあれ、ね、あれだね、あのなんだっけやべえ、な何をちょっとしてたんだっけ、最初にもう忘れちゃったわ。この時あれなんだよね、多分編集が AVIUT で使ってて、俺今フィモーラ使ってるんだけど、結構ぎこちないんだよね。まず1キル、うん、レベル2だからね。だからレベル2はめっちゃ弱いみたいな言い方ちょっと俺の声が邪魔で、なんかこの声が聞きたいっていう方は、もう動画にリンク貼っとくから、この動画のリンク貼っとくから、まあ飛んでみてくださいね。って思ってたけどな、こういうのが何、俺この頃の俺煽り高いんだよ負けてるっていう、まあ、いいや、ダセえ。あでもこの、いや、この時2位なんだ。あそう、これ俺フォートナイトとデスティニー2をめちゃめちゃ行き来してやってたから、あれなんだよね、連打する癖があるんだよ。こっちね、普通に押した方が、長押しをした方が飛ぶんだけど、連打しても意味ないのね。で、フォートナイトは連打するとまっすぐ飛ぶからさ。あー、くそ！あー、回復しとけばよかった。うわぁ、ちゃんと反省するやん。俺、今の俺、なんだこいつ、キモしか言わねえからな。さっきのやつやりに行くか。うわぁ。見てればわかるって。お、うまいうまいうまい。お、ナイスー。1位だね。今1位のやつを倒したね。おおおおお。おおお。落ちてるやないかい。ああ、死んじゃう。だからもう今こういうスキルの発動の仕方とかも俺忘れちゃってるんだよね。急に叫んだな。この時の俺結構ヘッド当てれてるね。うわ、おーい、おーおーおーおおお、あ俺間違えて、あ自分のかなんか壁にグレネード投げたのか、スキルボムみたいなやつ。いや、この調子で頑張ろう。6キルで2位なんだ。てか1位やばいね、11キルだって。いやもう2倍あるんだけどこれ。あらやばい、あらやばい、もう無理です、あいつには。俺今こういうのなんか凝った編集しなくなったんだよね、めんどくせえから。うわー、あー相手上手いのか俺が下手なのかわかんねえわ。いやこの時の俺上手い方だった気がするんだけど、PS5 でデスティニー3やりたいね。その時俺また実況するから、おいや、記念日に。あ、ラベーくそー、やっちまった。ただ残のミス、普通のミスしちゃった。うわ、この時の俺結構喋ってるね。 あこれがスーパーチャージか、技。今の俺喋んなくなったよな、マジで。まあでもため撮りで疲れて喋ってないっていう、マジ、まあ、自分が悪いことをしてるからね。やばー、相手うまいな。19だよ、もう10キル差だよ、2位で。うわ、あー死ね。よくねえね。死ねー、くそいや口悪っ。もう20キル早い、うまいな。口悪いけど、今の俺よりほどは悪くないわ。なんだよこのクソゲーみたいな。
ひどくなったからね、今の俺の、なんじゃろ暴言か。わあ。まあ、でもこの、なん、確かこのさ、動画ってなんか BGM でかかったんだよね次回は俺も気をつけるわ、 BGM とかも。いやーでもなかなか喋ってたし、なんならまだ面白いかな、今の昔のより、昔の方が。いやーもう次回じゃねえわ、次回ねえわ来年はね、おなら出ちゃった汚ねえ俺。ちょ、来年はさあれだね、動画をね、なるべく投稿したいね。今登録者低いから、ちょっとそれも増やしていきたいな。じゃあ来年も頑張るか。じゃあバイバイ